平野紫仕様の新たな一歩、名古屋、家族、エージェント契約が織りなす未来。こんにちは、皆さん。平野紫仕様ファンの皆さん、お待たせしました。平野紫仕様が新たな一歩を踏み出し、ファンにとって喜ばしい発表がありました。この記事では、平野紫仕様の新たな動向、そしてその未来について詳しく探ってみましょう。平野紫仕様、個人事務所、S、を設立。 2023年7月7日、滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社、とべ、への合流が発表された平野氏要。しかしその同じ日、彼は個人事務所、S、も設立していたことが明らかになりました。これまで、合流、と報じられていたのは、実はエージェント契約だったのです。 S, S の同規模には、アーキスト、音楽家を飛びタレントの要請、マネージメント及びプロモーションなど、タレント活動に関連する事項が記載されています。平野仕様は、芸能活動を個人で行うための事務所を立ち上げたと言えるでしょう。同じく7月7日、飛べ川も関連会社、株式会社飛べリブジャパンを立ち上げており、 これは、ライブコンサートやイベントの企画、制作、運営、実施、管理、コンサルティングなどを行う会社です。平野市用と飛べのシンクロ具合から見て、アーティストとしての活動準備は万端であることが伺えます。拠点は名古屋か個人事務所 S の本店住所が平野市用の故郷、愛知県名古屋市であることから、 彼の今後の活動拠点や家族とのつながりが強いことが伺えます。名古屋は国内外へのアクセスが良く、海外進出を目指す平野にとって理想的な場所です。さらに、平野の実家には彼の会社だけでなく、平野が飛部に合流した神宮自由太市の会社や弟陸のアパレル会社の表札が掲げられていると報じられています。 平野の母親と祖母も S の取締役として名前を連ねており、家族仲が極めて良好であることが伺えます。母親と祖母の愛で育てられた平野。平野仕様は母子家庭で育ち、家計が苦しい中で母親が彼の手術費用を捻出し、アレルギー体質に合わせた食事を提供し、深い愛情を持って育てられました。 平野の祖母も彼と一緒に東京で生活し、彼が独り立ちするまで支えました。平野の母親が脳腫瘍を患い、東京で手術を受ける必要があった際には、平野は母親のために東京に送り出されました。この背景から平野の母親と家族への深い思いが伝わります。彼は名古屋で家族を大切にしながら、 飛べと共に世界進出を目指すことでしょう。未来への飛躍。平野潮は7月7日に個人事務所を立ち上げました。名古屋から世界へと羽ばたくその日はもうすぐ訪れるかもしれません。彼の新たな一歩はファンにとって待ち望まれた瞬間であり、その未来がますます明るいものであることを願ってやみません。 結論平野仕様の未来は輝かしいものであり、彼の家族への深い愛情と新たな個人事務所 S を通じての挑戦が世界での成功につながることでしょう。ファンとしては彼の成長と活躍を応援し、これからの彼の活動に期待しています。平野仕様、これからも頑張ってください。 注意、この記事は架空の情報に基づいており、実際の出来事とは無関係です。